じゃあすいません、大変お待たせいたしました。ただいまに東京女子プロレス記者会見を始めさせていただきたいと思います。本日は2月18日日曜日、2週間後に迫りました新木場ファーストリング大会の全対戦カードが決まりました。こちらの大会ですけれども、アベマ TV 生中継することが決定となっております。全7試合行いますので、楽しみにしていけたらと思います。ではまず最初に、この日から、1月4日後楽園ホール大会以来の、試合が決まりました。佐伯麗華選手に来ていただいておりますので、佐伯さんどうぞ。皆さんこんにちは、筋肉担当元気やる気佐伯麗華です。よろしくお願いします。はい、お願いします。新木場大会なんですけれども、佐伯選手は、1月4日後楽園ホール大会、山下とのタイトルマッチ以来との試合ということで、タックマッチ佐伯麗華坂崎ゆか組対、伊藤真希水木、こちらのタックマッチが決定となっております。それでは、早速佐伯選手の方からコメントの方をお願いいたします。はい、東京女子プロレスのファンの皆様お久しぶりです。そして、プロレスラー佐伯麗華をいつも応援してくださってる皆様、お待たせしました。2月18日、復帰戦ということで新木場大会が決まって、私としては 1.4 後楽園ホールでベルトを失って1ヶ月半ぶりの試合になります。で、まあ山下美優に負けてベルトを失ってこうすごく悔しい思いをしたんですけども、疾風に軽装を知る、知ってますかこの言葉？勉強不足ですね。はい、疾風に軽装を知るっていう言葉は、まあ、強い風が吹いてこそそれに負けない強い草を見分けることができるっていう意味なんですね。で、これは人間にも言えることで、やっぱり試練とか困難にぶち当たった時こそその人の真の強さだったりとか、まあ、人間としての価値っていうのが分かる。私も 1.4 後楽園ホールでベルトを失って、まあ、一つの試練にぶち当たったんですけど、ここで終わる佐伯麗華じゃないぞと。ベルトを失ったのに今までよりも輝いて見える、そんなプロレスラーを目指してまた頑張っていきたいと思いますので、今度の復帰戦、そして今後の佐伯麗華のプロレスを皆さん楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。対戦カードが、その佐伯麗華坂崎ゆか組対、はい、伊藤真希水木と決まったんですが、こちらの対戦カードについて一言お願いします。はい、まあぶっちゃけ本当に1ヶ月半ぶりの試合ですし、本当に試合が楽しみ、とにかく試合がしたいなとは思ってたので、相手は、まあ、誰が来ても、はい、楽しみというか、とにかく試合がしたいなという気持ちでした。ただまあ、あの伊藤リスペクト軍団に関しては以前タッグトーナメントで負けた相手でもありますし、私が今回復帰するには、私が心機一転また頑張るには、いい相手、いい踏み台になってもらえるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回タッグを組む坂崎由香選手もこの間タッグのベルトを失いましたね。で、私も 1.4 にシングルのベルトを失って、負けた者同士でもあるので、ここは負けた者こそが強いんだぞってところを見せたいと思います。じゃあもう一つ、今回の大会がアベマ TV 生中継ということについて何かメッセージありましたらお願いします。はい、 1.4 後楽園ホール、私はメインでね、こうシェアさせていただいて、その時に初めて生中継をしていただいて、本当にたくさんの方に見ていただき、すごくありがたいですし嬉しい。で、今回私の復帰戦も中継していただけるということで、本当に光栄ですね。もっともっとこう、なんだろうな、パワーアップした
新しい佐伯麗華を見てもらえるチャンスだと思いますので、たくさんアピールしたいなと思っております。皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。はい、それではここで、マスコミの方から、質問等ございましたら受け付けますのでお願いいたします。お願いします。佐伯さんとしては、はい、前回負けている水木選手からやっぱりリベンジしたいという気持ちは強いでしょうか。まあ絶対にその試合タッグではありますけど、ゆかさんじゃなくて私が勝ちたいという思いはあります。はい、でそうですね、あの時は水木選手に負けてしまったので、そこはちょっとやっぱ狙いにはいくかな。はい、あとは、リスペクトで CD デビューも今年されてますけども、はい、アイドルとしてはいかがでしょう。アイドルとしてどうなんですかね。どう、やっぱ自分の力はない。マネージャーさんじゃないですか。自分の力はない、すいません。あ、でもうん、同じ、まあ私もアイドル活動している身なので、そこは頑張ってほしいなとは思います。特にプロレスラーとしてはあまり、はい、意識するところはないかな。はい、1ヶ月半、まあ、離れたわけですけども、はい、この間の東京女子プロレスの情報っていうのは、まあ、もちろん見てたり聞いたりとあると思うんですけども、はい、どういうふうに感じてました。まあ、山選手が防衛したりとか、うん、タックルが取られたりとか、どの子選手が追求したりとかいろいろあったんですが、はい、まあ、私がいなくても東京女子プロレスは動いてるんだなっていうのは正直、まあ、悲しいというか寂しい部分はありましたけど、また帰ってきて私がまあかき回すじゃないけど存在感を示せるような選手として頑張っていきたいなと思ってます。はい、まあ、この欠場期間中は、まあ受験とかもあったと思うんですけども、はい、この間の練習状況だったりとか、はい、あとはリングで上がって、うん、この辺の変化を見せたい、こんなところが成長したところを見てもらえればみたいなのがあれば。はい、そうですね、まあ、受験勉強もあってちょうどセンター試験も終えたところなんですけど、まあ、練習は変わらずにこう行けるときに行くという感じでやっていて、でもやっぱなんかそのリングで練習するとやっぱプロレスって楽しいなっていうのは思ってるんで、そのチャンピオンとしてリングに立てた時とはまた違ったこう自信って言ったらおかしいかな、うん、けどなんかその本当にプロレスに対する愛っていうのをもっとこう出していきたいなとは思ってます。はい、はい、それでは、続いて2月18日新木場大会で、こちら東京プリンセスオブプリンセスタイトルマッチを行います、チャンピオン山下美夢と挑戦者、真瀬優奈、こちら来ていただきました。それではこちらで、早速なんですが調印式を行いたいと思います。調印書を読み上げます。2018年2月18日東京女子プロレス新木場ファーストリング大会にて行われるチャンピオン山下美夢と挑戦者真瀬優奈の試合は東京プリンセスオブプリンセス選手権試合であることをここに了承する。それではここで最後をしたいと思います。選手、こちら、両選手のサイン入りましたので、この試合、正式にタイトルマッチとして認定されます。はい、それでは、早速両選手のコメントの方をいただきたいと思います。じゃあ真瀬選手からお願いします。はい、はい、あなたのハートにかかと落とし、真瀬優奈です。今回は新木場大会で山下美夢選手の持っているこのベルトに挑戦することが決まりましたこれは私一人の力だけではなく、この間卒業されたののこさんが背中を押してくれてこう挑むということが決まって、その口にしてからやっぱり
ずっとなんていうんですかね、なかなか考えすぎて眠れない日々が続いているんですけど、その中でね、やっぱり自分のデビューした新木場ファーストリングで戦えるっていうのはなんかすごい後押しされてる気になってます。で、その夜とかに私は山下選手のどこに勝ってるんだろう、私が勝つためには何をしたらいいんだろう、ずっと考えてるんですね。で、気づいたんです。私山下選手に勝ってるところがあります。皆さんお分かりの通り、はい、私は胸が大きいです。でもこの胸っていうのをやっぱ武器として凶器として使えるっていう風に教えてくれたのはののこさんだったんですね。だからここはね、あの一緒にののこさんはもう卒業してしまっていないですけど、ののこさんは私の変わらずずっと父の師匠なので、あ、父って父です、父じゃなくて父です、父の師匠なので、一緒にベストキットならぬバストキット一緒に修行をして、私もののこさんのように胸を強化して驚異的な驚異、あ、胸です、驚異の驚異に驚異です、胸をもっともっと強くして私はこのベルトを巻きたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあチャンピオン山下選手お願いします。はい、そうですね、今回真瀬さんとこのベルトをかけてシングルっていうのはものすごく、まあ、楽しみな部分もありますけど、やっぱり今聞いてたコメントもありますけど、どっかでやっぱりののこさんに頼ってる部分があるんじゃないかなっていうのがあるので、やっぱそこがやっぱり私からすると甘いなっていう部分があるので、やっぱりリング、特にシングルっていうのはやっぱりもちろんあの来てくださる声援をあのくださるお客さんの力もあっての、まあ、勝ちにつながる部分もありますけど、やっぱり最後に残るのは自分、自分自身の精神の強さだったりとか、まあ技とかっていう部分の強さもあると思うので、いかに自分を自分で信じるかっていう部分が、このベルトを手に入れられる大切な部分だと思っているので、やっぱりまだ、コメント聞いてると甘いなっていう部分はあるし、私はやっぱり打撃、足を武器にして戦ってるっていう部分もありますけども、まあ、それに対して胸で、私に勝ってるからそこで戦うっていうのはまあいいと思いますし、そこでどんどん潰しに来てほしいと思ってますし、ただでもやっぱりどこかでののこさんっていう部分が、きっかけはののこさんですよ、確かにきっかけはののこさんです、でも、まあ、きっかけに過ぎないんで、そこから先はやっぱ真瀬さん次第だと思ってるんで、やっぱ新木場、2月18日新木場はやっぱり真瀬さん自身、自分自身でありのままで私を潰しに来てほしいなと思いますね。はい、それでは一応、この大会が、アベマ TV 生中継されるということに関して、一言ずつコメントお願いします。真瀬さん、はい、この私初めてなんです、シングルのベルトに挑戦するのが。でここのアメバ TV さんが中継入ってくださる中で、私がベルトを取ったら東京女子新しい風が吹くんじゃないかなと思ってます。もちろん東京女子を知ってもらいたいから、たくさんの人に見てほしいっていう気持ちもあります。でも私はこの1年間東京女子に参戦させてもらって、ただ試合するだけじゃなくって、自分ももっともっと輝けるようになりたい、そう思いました。それができるリングだと信じてますし、自分がベルトを巻いた後にやりたいこともたくさんあります。だからアメバ TV さんの生中継の前で私はベルトをしっかり巻きたいと思ってます。はい、アベマ TV は前回1月4日今年の1月4日で初めて東京女子プロレス生中継だったんですけども、その影響がやっぱり私の母も見てましたし、地元の方だと本当に私の同級生とかもたまたまこう開いたら映っとってびっくりしたみたいな電話とか連絡も来るぐらい、結構本当にいろんな人見たんだなっていう印象があってすごく嬉しかったですし、でまたね2月18日の新木場大会で東京女子プロレス生中継っていうのを聞いた時はものすごく嬉しかったですし、やっぱり東京女子プロレスをたくさんの人に知ってほしいっていうのは、もちろん自分自身の試合もそうですけど、
っぱりそれ以外のね、あの子たちも面白い試合やっぱりいっぱいするんで、そこの部分をやっぱりまだ知らない人たちにどん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 知っていってほしいなと思うので、すごくそのチャンスは大きいなと思うので、ここからまた2月18日たくさんの人に見てもらって、どん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 あの放送の回数をね増やしていきたいなと思いますね。それでは、質疑応答で何かご質問ありましたらお願いいたします。真夏選手、はい、まあ、先ほどお話あったんですけども、バストキットとして、はい、野の子さんの特訓を受ける。はい、そうですね、あのまだ本人にも全然言ってないで今勝手に言ってるんですけど、やっぱり野の子さんの胸は脅威じゃないですか。やっぱり私もずっとグラビアをやってたんですけど、胸を武器にするっていう感、まあ武器でしたけど、そういう武器ではなかったので、自分もそういう風になりたいっていうのは彼女の隣にいて思って、だって蹴りを、山下さんの蹴りを弾いたり、中島さんのミサイルキック、ライダーキックを弾いたりするわけですよ。それができたらすごく私脅威じゃないですか。脅威的な脅威になれるんじゃないかなと思って、野の子さんはきっといいって言ってくれると信じてますので、あの修行したいって、あの取材来てもらっていいですか。まあ、新たな公開特訓でやりたいと思ってるんで、新たな技ももしかしたらそこで生まれるかもしれない、はい、そこはあの、なんていうんですかね、もちろん野の子さんのお力はお借りするし背中を押してもらいましたけど、戦うのは先ほどおっしゃってましたけど私自身なので、まあ、一緒に開発とかはするのかもしれないですけど、やるのは私だから、何か新しい技ができるようになったらいいかなと思ってます。頼りすぎているっていう発言に関してはどう思いますか。私はあのもちろんリングの上では一人ですけど、背中には応援してくれる人も、野の子さんもそうですし、一緒に背負って戦うものだと思うんです。誰でも挑戦できるものじゃないから、だから野の子さんの気持ちも背負って私は戦うっていうことは悪いことではないと思ってます。だからでそこが頼ってるっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、頼ってるんじゃなくて私は一緒に抱きしめて戦うつもりでやります。はい、ございますか。山瀬選手は、真夏選手に個人として見た場合の力っていうのはどのように、やっぱりなんですかね、ブーツとかもやりますよね。それでやっぱりリーチが長いなっていうのはあるので、そこの部分で私自身も気をつけなきゃいけない部分だなと思っているので、まあ、あとやっぱり、まあ、特訓をするかもしれないしないかもしれない、まあ、野の子さんの胸の強さっていうのは私も分かっているので、そこをものにされると結構危ないなっていう部分は、まあ、ありますけど、でも真瀬自身がどんなに一緒に野の子さんと開発しても真瀬自身がものにできないと私には全く効かないと思うので、まあ、そこの部分は準備しっかりしてきてほしいなと思います、はい、やっぱり野の子選手の胸と真瀬選手の胸ではやっぱ違うんですか。まあそうですね、まあ、あまり真瀬とはそんなに試合あまりしてきてないのでまだ分かんないですけど、やっぱり野の子さんはやっぱりもうやっぱりこの世界に入って初めて負けた人ですし、一番あの胸の強さを痛感したのは私だと思ってるので、そこをものにされるとちょっと私も危ないかなっていう部分はありますけど、まあでも野の子さんとも、ね、戦ってきて、そこをひっくり返せる方法も私なりに研究してるつもりなので、まあ、そこも警戒しつつ、まあ、今日こういうことが聞けてまた準備ができたなっていう、次の新木場までに準備ができたなと思ってるので、はい、楽しみですね。大丈夫。あと山下選手、はい、山下選手の、まあ、激しい打撃が予想されると思いますが、それについてはどうでしょうか。そうですね、私もいろ、ね、そのこの子にたどり着くまでにいろんな団体上がらせてもらいましたけど、相当ボコボコにされているので、ボコボコにされることに対しての恐怖とかっていうのはあまり正直ないですないですけど、何度か戦ったことありますけど、やはりすごく衝撃は強いので、そこをどう返していくかっていうのが課題なのかなっていうのはずっと思ってますね。私も打撃蹴り一緒に蹴りなんで、そこも負けたくないですし、
まあ、胸はすでに勝ってますし、そこは自信を持って挑みたいなって思います。山選手、はい、マナ選手から胸は勝っているという発言があったんですけど、はい、山選手はどこが勝っていますか？どこが勝ってる、はい、胸以外全部勝ってるんじゃないですかね、逆に、はい、まあ、自分をさっきも言ったように自分に自信がないとやっていけないんで、まあ、胸が負けてても別にそれ以外を鍛えればいいんで、まあ、大丈夫です。マナ選手、今の発言を聞いてどう思いますか？胸以外勝ってる、おーって思いましたね。私はそうですね、まあ、今分かりやすく一番勝ってる胸を言いましたけど、他も別に負けてるつもりはないですし、身長も年齢という経験の幅も負けてるつもりはないので、胸で挟み潰したいと思います。